皆さんこんにちは。インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2020年1月26日ということで、1月最後のね、日曜日ということになりましたので、まあ、恒例のまとめ記事ということで、今回ですね、昨年1年間に Facebook の個人のページの方に投稿したものの中の年間ランキングですね、いいね数ランキングを発表していきたいと思います。もうこれね、かれこれですね、何年続けてるんですかね。もう8年ぐらい続けてる企画なんですけど、早速振り返っていきましょう。ではこちらからご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、第1位の方から振り返っていきたいと思いますが、第1位はこちらになりますということで、はい、じゃ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 んということで、175いいねということで、2019年元旦、ウルード氏じゃないや、イノシシ年というものがランクインしました。これね、毎年、元旦の投稿っていうのは、いいねがすごいつくんですね。というのは、やっぱり皆さんがですね、一番、明けましておめでとうございますとか、今年もよろしくお願いしますみたいなコメントを書いたりするので、フィードにやっぱり何度も上がりやすいっていうのもあって、でそして、まあ、年始めですから、まあ、いいねしてということで、まあ、このようなですね、年始の投稿だよっていうことがわかるような写真にいつもしてるんですね。必ずこういうふうに元旦とかね、イノシシ年みたいな感じで入れてですね、投稿すると、まあまあ、いつもですね、年間ランキングでは、もうほとんど1位、2位、3位ぐらいには必ず入ってくるんじゃないでしょうかね。ということで、まあ、幸先いいスタートにいつもなるわけなんですけど、これが第1位でした。はい、では続いていきますが、第2位見ていきたいと思いますが、こちらになります。はい、じゃじゃんということで、146いいね、かき揚げドーンということで、はい、写真が出てきましたが、こちらはですね、Facebook の中の 3D 写真という機能を使っているものなんですけど、これ iPhone のね、ポートレートモードで撮った写真であれば、このような立体的な写真、これ今ね、ちょっと画面越しだったら分かりにくいですけど、まあ、実際これ 3D でこう動いたりするやつなので、もっとね、ちょっとリアリティがあるんですけど、こんな感じの写真が撮れますということで、もうこのね、かき揚げ丼なんですけど、これだけ山盛りになっているね、ものはですね、やっぱ 3D で撮らなきゃいけないですよね。ということで、まあ、3D 写真を撮るためにわざわざ食べに行ったと言ってもいいぐらいですね。ここの、まあ、ネタですよね。ということで撮ってきました。はい、これが第2位になりました。はい、続いて第3位ですが、これが入りますか。145いいね、交通事故ということで、そっか、これ去年の3月だったのか。そっかそっか。そうでしたね。いや、これね、3月の11ぐらいの確か話だと思うんですけど、車ぶつけられて、今車直しましたけど、本当にね、びっくりしましたが、いろいろ考えさせられましたね。いつ何があって、どういうこんなね、事故があるかって本当わからないし、しかも自分が気をつけていても、後ろから追突される分に関しては気をつけようがないので、まあね、本当に考えさせられましたけど、145いいねということで第3位になりましたね。そっか、もうすぐ1年なんですね。で、最初はちょっと、よく言うじゃないですか。鞭打ちとかね。で、全然大丈夫だったんですけど、ちょっとね、この辺肩こりがひどくて、肩が、首が凝ってるなと言ってて、これもしかして鞭打ちなんかなと思ってたんだけど、どうも多分肩こりだったっぽいですけどね。いや、でも本当に、3月から4月、5月ぐらいまでね、本当に、ね、首がすごいね、痛かったのは、もしかしたらこれが影響してたかもしれないですね。はい、続いていきましょう。同率で第3位になりますけど、145いいねということで、こちらが入りました。そうですね、思い返せばまだそうなんですね。4月1日に、新しい元号が発表された時にですね、まあ、令和ですっていう発表があるんですけど、それをね、もう見越してですね、こういう、なんていうの、新言語ジェネレーターみたいなのがあって、自分が好きな言葉をですね、ここに入れると、菅官房長官が持ってるみたいな、ね、のが作れるやつあったわけですね。で、ここはね、やっぱ自分の名前のやつを作らなきゃいけないということで、自分の名前を作って、で自分の名前はどういう言われがあるかっていうことをね、まあ、説明するいいきっかけにもなりますから、このようなね、投稿してみたんですけど、
結構いいねつきましたね。145いいねということで、ありがとうございました。はい、ということで、これで4月の冒頭のものが始まるわけなんですけど、続いて第4位ですね、見ていきましょう。これね、意外でした。はい。134いいねって、数件順に9っていうものが入りましたが、これ、うちのね、息子が、長男がですね、数件の順に9受かったよということで、で、そのイメージ写真ということで、実際にこの合格証の写真のものに、まさかの中3で合格っていうことで、入れたものなんですけど、結構ね、やっぱりこういうね、見せ方って大事だなってことをね、改めて思いましたね。これ文章で書いても伝わらないし、で、この何々様っていうところ、人の名前のやつを挙げてるとしてもですね、ダメだ。これわざわざだからね、モザイク入れてるんですね、人の名前は。うちの子供の名前じゃないわけですよ。ただ、イメージとしてこうやらないとですね、やっぱ伝わらないんで、こんな感じにしてみましたが、はい、134いいねになりましたね。はい、続いてこちら。はい、これも同じかもしれないですね。129いいね、いい夫婦の日なんですけど、これも2002年11年に結婚して17周年ということで、今日から18年目ということで、写真がありますが、このようなですね、ものも、これ全然富士山とは関係ないわけだけど、やっぱりね、こう、写真がなかったわけですよ。だから何かの写真に、このように文字を載せることによって伝えるっていうやり方がですね、やっぱり有効なんですよね。で、まあ、ますますね、この写真としても富士山みたいな方が、やっぱり効果的だし、富士山に対してのいいねも入ってるかもしれないし、まあ、129いいねということで、上位に入りましたね。これ毎年、結構ね、いい夫婦の日が結婚記念日なので、結構上位に入るんですけど、今回はね、すごく迷ったんですよ。写真がなくてね。でも良かったなと思いますね。はい、続いていきましょう。はい、続いてこちら。126いいね、背負い投げということで、はい、こちらはですね、長野県にありますですね、小布施っていうところで、こういうモニュメントがあるわけなんですけど、これ過去にもですね、実は同じ写真を撮っているんですけど、それをもう一回ね、行く機会があったので、もう一回やってみたんですよ。で、それは前回もやっぱりですね、結構いいねを稼げたので、今回も稼げるんじゃないかと思って、同じコンテンツでやると、やはり同じようにね、反応いただけたということで、こういうことはすごく重要です。視点がね、ぜひ参考にしてほしいなって思います。はい、続いて見ていきましょう。こちらになります。これがね、本当にわからないんですけど、121いいね、インスタグラムなんですが、インスタグラムの利用率が石川県は 18% なのに、富山は 41% ということで、富山がナンバーワンですね、利用率ナンバーワンで、石川が一番ドベなんですよ、みたいなものがたまたまテレビでやってたから、これをね、載せたんですけど、こんなにいいねがつくってちょっとね、予想外で、ちょっとね、何があるか本当わからないなと思ったですね、投稿なんですけど、たくさんいいねをいただきまして、ありがとうございました。はい。では、続いていきましょう。こちらですね。はい。エビということで、118いいねなんですけど、これもやはり同様に 3D 写真にしてました。やっぱりね、これ立体的なものっていうのは、やっぱり写真として伝えるときも、こういうふうに 3D にした方が多分分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。で、いい感じに撮れてるんじゃないかなと思いますね。はい。ありがとうございました。はい。続いていきましょう。こちらです。はい。117いいね。公演予定ということで、これは、6月ぐらいに投稿したんだったっけな、キャッシュレス決済の公演が殺到し、9月まで空いてるのは8月19、2、3、5の4日、お早めによろしくですって書いたんだけど、これ珍しく写真がなくてですね、この、Facebook でできる、字を大きくするって背景つけるってやつですね。あれで撮ったものなんですけど、まさかね、こんなに、来ると117いいねもつくと思わなかったんですけど、たまにね、こういう、なんていうの？イレギュラーなものをやってみるっていうのも面白いと思いますね。やっぱりこう、メリハリが大事ですからね。まあ、こういういいねがつくんじゃないかなと思いますね。はい、続いていきましょう。こちら、最高の景色ということで、これは、山口県ですね、行った時に撮った写真なんですけど、本当に綺麗な写真だと思いますね。これは、Google の Pixel 4 という、カメラでね、撮ったものなんですけど、本当に綺麗に撮れてるなと思いますね。構図もね、なんかすごい完璧だなという気がするんですけど、いい写真が撮れましたね。はい、ありがとうございました。続いていきましょう。こちら、113いいね、糸魚川商工会議所ということで、
これもね、ちょっと意外なんですが、こんなになかなかいつもね、いいねつかないんですけど、まあこのレジを一緒にこう置いている写真になっているので、まあ、実際にレジを構えながらキャッシュレス決済のセミナーですっていうものが、やっぱ反応良かったのかなって気もしますけど、いやー、今年は本当にこれがね、大変でしたけど、あ、去年ね、去年は大変でしたが、今年はどうなるんですかね。一応マイナポイントっていうのが始まるので、また同じようにキャッシュレスのセミナーがあるんかなって気はしているんですけど、まだちょっと全くね、読めません。まあ、レジはね、このために買ったようなもんなんで、今年もね、使えたら嬉しいなと思いますけどね。はい、では続いて見ていきましょう。こちらです。同じく113いいねということで、マグロ脳天丼ズドンということで、これいつもね、お世話になってます、荒川の磯部さんというですね、磯部食堂さんがあるんですけど、ここで食べれるズドンの写真なんですが、いやーね、本当に偶然の産物ではあるんですけど、いい写真になったなと思いますね。で、このズドンだけでもいいんだけど、後ろに写っているですね、その、赤い、これ花束が置いてあったんですけど、そして日本酒の瓶が、テーブルに映って反射している様子なんかも含めてですね、このメリハリがあっていい写真なんじゃないかと思いますね。で、光の当たり方なんかも含め、すごく美味しそうに見えていい写真が撮れたんじゃないかなと思いますけどね。で、この構図、この味噌汁とこの丼物があって、奥にね、ウーロン茶かなあって、手前にこう漬物があってみたいな構図、まあ、もうちょっとね、この割り箸の位置が真ん中だった方が良かったかもしれませんけど、まあまあ、いい写真が撮れたんじゃないかなと思いますね。はい、続いていきましょう。こちら。はい、111いいね。テレビ出演以来ということで、写真を撮ってみましたが、はい、これもですね、実はテレビ出演以来がありましたっていう写真を撮ろうと思ったんですが、写真がなくて、で、実際テレビをやっている、別にこの番組に出るってわけではなくて、テレビをやってる様子のものに、一緒に撮るとですね、やっぱそのイメージが伝わりやすいということで、まあ、こんな工夫をしてみたんですね。これもね、まあまあ良かったんじゃないかなと思いますね。はい、続いていきましょう。こちら。はい、104位ね、北海道新聞なんですけど、北海道新聞に掲載されましたっていうことを言うだけのように見えて、実はこの下にですね、48歳の誕生日、北海道新聞に掲載されましたっていうのがセットになってですね、つまり、誕生日の投稿はいつもいいねをたくさんいただくんだけど、今回ね、なんかケーキの写真とか、何かそういうプレゼントの写真みたいなのがなくて、で、どうしようかなと思ってた時に、この北海道新聞に掲載されるっていうものがあって、それと組み合わせてね、してみたと。この辺もさっきのヒントになると思うんですけど、必ずね、その写真と自分の投稿を紐づける時に、うまくいかない場合は、こう文字としてですね、無理やり合成でね、作るっていう方法は、おすすめいたします。はい、続いて行きましょう。寝まくり101いいねなんですけど、これは、ね、写真と全く関係ないんですが、まあ、ちょっと風で調子が悪いですということで、休みなんでね、寝まくりますみたいな時に、この写真をつけて投稿したものなんですけど、まあ、写真の、まあ、インスタ映え的な要素と、そして、寝た方がいいよっていうことに対してのいいねじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございました。はい、続いてこちら、99いいね、ペイペイということで、ペイペイ始めましたということで写真になっていますが、まあ、こういうね、ペイペイ効果はね、去年本当大きかったなと思いますね。はい、続いて、鏡を利用した張り紙ということで、これ鏡越しに撮っている写真なんだけど、ちゃんと文字が見えてるってことは、これ反対向きに書いてるっていうもので、わざと鏡に映って、ちゃんと見えるの撮ってんじゃないのっていう投稿したもんなんですけど、結構反響ありましたね。98いいねでした。はい、そしてサバエドッグなんですが、これもね、写真として結構考えたんですけど、まあ、サバエドッグっていうこのパッケージの写真を、パッケージを出しながら、そしてサバエドッグを食べてる様子を写真撮ってるんですけど、でもこれ、サバエドッグっていうこの手前のやつがなければ、なんか串カツ食べてるのかなって思うし、で、これを撮るために、そのサバエドッグよりもさらに向こう側にスマホを置いて写真を撮ってるわけなんだけど、この構図がね、やっぱり素晴らしいわけですね。はい、そして、せっかく京都に来たんだからということで、写真を撮ってみたのが、20位ということになりますね。はい、Facebook の個人の投稿、2019年いいね数ランキングを紹介いたしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。
バイバイ。